まあ、村重さんはこの町にどうして？ああそうやな、まあとあるカリスマ性がある人がおって、はい、その人に弟子入りって感じかな。あ、そうなんですね。そう、その人に憧れてって感じや。まあ師匠みたいな感じかな。まあまだ若造やから、その人の下で働いてるって感じ。なるほど。うん、大変ですね。いやでもその人に言うたら、はい、ちょっと怒られんねんけど、びっくりするぐらいホワイト企業でびっくりしてて。あ、そうなんですか。そう、なんかめっちゃ実力認めてもらえるし、すごい必要としてもらえるし、頑張ったらお給金出るし、なんかそうやな、ちょっともう日本戻られへんくなってるね。ああ、なるほど。うん、やっぱりでも自分がやったことが正当に評価されるって何よりも嬉しいことだと思いますし、いや普通ね、そういう人に一緒にいれるのは素晴らしいことだと思いますね。うん、いやまあさ、結局のところどんだけ努力してもさ、はい、まあ、結果に出えへんかったりしたら、まあ、なかなか評価ってされへんもんや。うん、そうですね。やけどなんか、まあ、僕結構苦手分野とかも、苦手と得意分野が結構はっきりしとって、はい、仮に、まあ、苦手やったりしても、うんうん、別の分野が伸びるようにめっちゃ出資してくれたりとか、うんうんうん、そう教えてくれたりして、うーん、素晴らしい方ですね。うん、僕ここ来る前は結構心すさんどったのに、はい、なんか普通に優しい関西弁のお兄ちゃんだったもんだ。いいじゃないですか、そういう人に巡り会えてるのは素晴らしいことだと思いますよ。